背番号、それはバスケに限らず全てのスポーツでも特別な意味を持つものです。これを聞いてる全ての経験者には思い出深い番号があると思います。僕とかはもうアメフトでずっと53番つけてました。まあ、そんな背番号ですが、偉大な選手の背番号っていうものはその数字単体で偉大になりトレンドを生みます。その数字を見ただけですぐその選手が思い浮かぶ、そんな状況を作り上げてしまうほど背番号という概念には力があります。では皆様の好きな背番号を着てきた歴代選手の中で最も偉大な選手は一体誰なのか、今回は各背番号の歴代選手を選出していきたいと思います。まず軽くルール説明をすると、その背番号を着てる時期のみを評価します。まあ、だからどうしてもいろんな背番号を着ていた選手は不利になります。まあ、分かりやすく言うと45番史上最高の選手はジョーダンではありません。でそれと評価基準はいつも通り歴代ランキングを作るなら誰が上に来るかっていうもの、だからその背番号を着てる時のみを考慮して歴代ランキングを作ったら誰が上に来るかみたいな感じで、選手の紹介に入る前に一つここでクイズです。今回の動画で一人だけ3枠勝ち取ってる選手がいます。3つの番号で歴代最高と呼ばれる男、さてその選手は一体誰でしょうか。答え合わせは動画の最後に。それでは早速やっていきましょう。まず00だからダブル0の歴代最高選手はロバート・パリッシュ。9回のオールスターにも選ばれ、セルティックスで3回、そしてブルーズで1回優勝してるレジェンド。合計試合数は1611試合で歴代1位、歴史にもその名を残してるセンターです。0番の歴代最高選手はラッセル・ウエストブルック。2017年の NBA MVP で史上2人目のシーズン平均トリプルダブルを残し、それを4年間やった男。まあ、プレースタイル的には賛否両論分かれる選手ではありますが、全盛期は紛れもない化け物で史上最高の0番の座ももぎ取りました。まあ、ちなみにダミアン・リラードも非常に惜しかったです。歴代最高の背番号はトレーシー・マグレディ、デリック・ローズなど非常に迷った選手はたくさんいたのですが、1番を着ていた時期のみを考慮して最も完成されたキャリアは誰かといったらトレーシー・マグレディだったと思う。まあ、歴代でも有数のスコアラーの一人で2000年代を代表するシューティングガードの一人、ベストシーズンには平均32得点もマークし、リーグぶっちぎりの得点王、7回のオールスターと7回のオール NBA にも選ばれてます。まあ、ちなみに順当にいけばここはいずれ例の宇宙人がかっさらうとも思いますけどね。歴代最高の背番号2の選手はカワイ・レナード。まあ、単年シーズンを見たら多分モーゼス・マローンの方が強いけれども、マローンって意外といろんな番号をつけてるんで、2番を着ていた時期のみを考慮するとカワイ・レナードです。2回のファイナル MVP を受賞しているほどプレーオフでも強い選手で、2019年ラプターズを優勝に導いた時の活躍は神がかっていました。そうじゃなくても歴代最高クラスのディフェンシブプレイヤーですし、オフェンスも強いやべえやつなので彼を選出させていただきました。歴代最高の3番の選手はドウェイン・ウェイド。まあ、これがね一番迷った、全部の背番号の中で一番惜しかったんだけど、まあ、個人的には優勝回数とかも考慮してドウェイン・ウェイドで行きましたが、クリス・ポールやアレン・アイバーソンの方が上だっていう人がいても止めはしない、まあ、あとベン・ウォレスとかもいる。3番ってマジすげえんすよ。まあ、ただそれでも13回のオールスターに選ばれ3回優勝し、2006年には史上最高レベルのファイナルでのパフォーマンスで MVP も取ったウェイドを今回は選びました。4番の歴代最高選手はドルフ・シェイズ。まあ、ジョー・デュマーズも選びたかったんだけど、いくら古いとはいえドルフ・シェイズは無視できなかった。12回のオールスターと12回のオール NBA に選ばれた NBA 最初期のスーパースターの一人、てか大スターって呼べる選手としてはマジで史上初かもしれない。2年目に17得点 16.4 リバウンドっていうすごい数字も残してる。あとフリースロー成功率が地味にマイケル・ジョーダンより高い。5番の歴代最高選手はジェイソン・キッド。セルティックス時代のケビン・ガーネットも迷いましたが、全盛期真っ只中でチームをファイナルに導いていたネッツ時代のキッドが個人的には歴代最高。マジでとにかくチームを勝たせるオールラウンダー系のポイントガードで、歴代でも有数の司令塔の一人。ガーネットでもいいけどキッドもバケモン。まあ、ちなみにここはね、将来的にアンソニー・エドワーズやパオロ・バンケロになる可能性が高い。6番の歴代最高選手はビル・ラッセル。まあ、マイアミ時代のレブロン・ジェームズとかジュリアス・アービングとかも魅力的ではありますけど、さすがにラッセル。歴代最多の11回の優勝を果たした選手で、50年代と60年代にただただ勝ち続けた男。MVP も5回取ってますし、レブロンやアービングですら惜しくないと思わせてしまうほどの実力。7位の歴代最高選手はカーメロ・アンソニー。まあ、デンバー時代に15番を着ていたので、実は7番着てた時期そんなに長いわけではないんですけども、それでも他の7番よりいいと感じた。2013年には 28.7 得点残し、得点王も受賞、歴代でもトップクラスのスコアラーとして、ニックスでもそのタレントを輝かせました。ちなみにカイル・ラウリーも惜しかった。優勝補正でラウリー入れるかも迷った。
8番の歴代最高選手はコービー・ブライアント。コービーもまた扱いが難しくて、8番と24番でキャリアがくっきり分かれてるんですよね。まあ、だからこそ明確なナンバーワンになるか分かんなかったんですけども、8番に関して言えば正直敵なしでした。ドラフトされてから2006年までだけだったとしても、コービーの右に出る8番はいません。まあ、そのキャリアの前半だけで3連覇も果たして 35.4 得点のシーズンも残し、オール NBA オールスターも複数回、まあ、もう文句なしでしょう。9番の歴代最高選手はボブ・ペティット。まあ、トニー・パーカーも非常に魅力的ではありますが、さすがにペティット。史上初の MVP を含む2度の受賞を果たしている選手で、NBA ファイナルでビル・ラッセルを倒した数少ない選手の一人。11回のオールスターにも選出されてますし、歴代トップクラスのパワーフォワード。10番の歴代最高選手はウォルト・フレイジャー。主にニューヨークニックスで歴代トップ15ポイントガードとして活躍した選手で、2度の優勝にも大きく貢献したトップクラスのディフェンシブガード。まあ、最近ブランソンめっちゃ頑張ってますけど、まだ史上最高のニックスのポイントガードはフレイジャーでしょう。11の歴代最高選手はアイザイア・トーマス。バッドボーイ・ピストンズを引き連れて2度の優勝を果たした選手。ジョン・ストックトン以外だと歴代最高になる 13.9 アシストを残したシーズンもあり、それでいて平均20得点取ってる超攻撃型の選手。12回のオールスターにも選ばれてる史上トップクラスのポイントガードの一人です。ちなみにヤオミンとかクレイ・トンプソンとかも惜しかった。12番の歴代最高選手はジョン・ストックトン。歴代トップクラスの司令塔であるのと同時に、ずっと試合にも出続けたおかげで合計アシスト数がぶっちぎり歴代最高の男。ベストシーズンには 14.5 アシストとかもマーク。合計と単年の両方の歴代記録を持っているバケモン。13番の歴代最高選手はウィルト・チェンバレン。まあ、スティーブ・ナッシュ、ジェームズ・ハーデン、ポール・ジョージなど大量にいい選手がいるんですけど、さすがにウィルト、まあ、状況を無視した個人スタッツのヤバさで言えば伝説級の選手で、歴代で最もヤベえスタッツを持ってる選手。1962年には 50.4 得点 25.7 リバウンドをマーク。はぁ、まあ、そのキャリアでも13回のオールスター、11回のリバウンド王、7回の得点王、4回の MVP、 そして2回の優勝を果たしてる選手。14番の歴代最高選手はオスカー・ロバートソン。まあ、ボブ・クージーも非常に惜しかったんですけども、さすがにロバートソン。元祖トリプルダブルマシーンと呼ばれる選手で、ウエストブルックが来るまではトリプルダブルといえばロバートソンという状況でした。キャリア2年目に 30.8 得点 12.5 リバウンド 11.4 アシストを残し、その後もバグみたいなスタッツを残し続けた1964年の MVP。15番の歴代最高選手はニコラ・ヨキッチ。まあ、ビンス・カーターとかトム・ヘインソーンとかもいますけど、もうさすがにヨキッチでしょう。2023年には優勝も果たし、歴代でも数えるぐらいしかいない3回の MVP を受賞している現役ナンバーワンプレイヤー。史上最高のパッシングセンターで、中で止められない、パスもやばい、スリーも打てる、どうすればいいかわからんバケモン。誰か攻略法を教えてください。16番の歴代最高選手はパウ・ガソル。ボブ・レニアもめちゃくちゃいい選手なんだけれども、今回はガソルでいきます。新人年から頭角を現すと、その後トップクラスのビッグマンとして常に活躍。2009年と2010年にはオール NBA サードチームに選ばれながら、コービー・ブライアントと共に2連覇を果たしてます。17番史上最高の選手はジョン・ハブリチェック。個人的にはもっともっと評価されていい選手。8度の優勝を果たしながら圧倒的な実力を見せ続けたウィングで、ベストシーズンには 27.5 得点 8.2 リバウンド 7.5 アシストなどもマーク。ビル・ラッセルと共に王朝を支え、ビル・ラッセルが引退した後も2回優勝したバケモン。18番の歴代最高選手はデイブ・コーエンズ。狂気的なまでのハッスルでディフェンスとリバウンドをし、セルティックスを支え続けた選手。1973年には NBA の MVP にも選ばれ、74年と76年にはジョン・ハブリチェックと共に優勝。ビル・ラッセルがいなかったらセルティックスの歴代最高センターと呼ばれたであろう男です。19番の歴代最高選手はウィリス・リード。なんか似たような時代の似たような選手がめっちゃ出てきてますけど、こちらも昔ニックスを支えた選手で、1970年には MVP を取ってる選手。また NBA ファイナルで足を引きずりながらも出場し、チームを勝利に導きファイナル MVP を取った話はあまりにも有名です。20番の歴代最高選手はゲイリー・ペイトン。まあマヌジノビリもすっごい惜しかったんですけど、短期の実力で見ればさすがにペイトンです。9回のオールスターにも選ばれてる選手で、2006年には優勝も経験。聞く人によっては史上最高のディフェンシブガードとも呼べる存在で、1996年には最優秀守備選手も受賞してます。21番の歴代最高選手はティム・ダンカン。いや、まあガーネットとかジョエル・エンビードとかもすごいいい選手ではあるんだけど、まあさすがにダンカン。まあ、いずれにせよガーネットはボストンで5番来ちゃってるんで、ドアがいてもダンカン。地味なプレイスタイルながら長年スパーズを勝利に導き続け、2度の MVP、 5回の優勝、3回のファイナル MVP、 それと15回ずつのオールスターとオール NBA とオールディフェンシブに選ばれた存在。まあもう文句なしでしょう。
22番史上最高の選手はイルジン・ベイラー、まあ、クライド・ドレクスラーもすっごくいい選手なんで非常に迷った部分はあるんだけれども、まあ、今回はベイラーでいきました。11回のオールスターと10回のオール NBA に選ばれ、圧倒的な得点力とリバウンド力を見せつけ、レイカーズで長年戦い続けた男。ついぞビル・ラッセルの壁を越えることはできませんでしたが、それでも歴史に名を刻んだレジェンドです。23番の歴代最高選手はマイケル・ジョーダン。まあレブロンの方がすごいっていう意見もわからなくもないんだけれども、レブロンはマイアミ時代6番着てるんで、レブロン・ジョーダンどっちが上かどうかは置いといて、レブロンのキャリアマイナスマイアミ時代だったら確実にジョーダンでしょう。まあ説明いる？まあいらないとは思うけど、一応6回の優勝、6回のファイナル MVP、 5回の MVP、 最優秀守備選手、10回の得点王、そして14回のオールスターに選ばれた歴代最高と呼ばれる男。以上。24番の歴代最高選手はリック・バリー。コービー・ブライアントじゃないんかいって怒る方も多いと思うんですけども、さっきも話した通り着てる時のみを考慮してます。で、8番はキャリア前半だけでも1位取れるぐらい強かったんですけど、24番になってくると話は別。コービー VS リック・バリーだったらコービーだけど、コービーのキャリア後半だけ VS リック・バリーのキャリアのほとんどだったら僕はバリーの方が上だと思う。まあ、ステフィン・カリーとかウィルト・チェンバレンがいなければウォリアーズ史上最高の選手と呼べる男で、ベストシーズンには 35.6 得点と 9.2 リバウンドを記録。圧倒的な得点能力を持った存在でウォリアーズを優勝にも導いてます。25番の歴代最高選手はギエル・グッドリッチ。69勝を残した72年のレイカーズでも大活躍した選手で、5回のオールスターに選ばれている素晴らしい選手です。26番の歴代最高選手はカイル・コーバー。歴代でも屈指のスリーポイントシューターの一人で、オールスターに選ばれた経験もある選手。2010年に叩き出した 53.6% のスリーポイントシュート成功率は今でも歴代1位。27番の歴代最高選手はルディ・ゴベア。 NBA 記録タイとなる4回の最優秀守備選手に選ばれている歴代トップクラスのリムプロテクター。現代 NBA の性質上ネタにされることも多い選手ではありますが、歴史に名を残すレベルの選手です。28番の歴代最高選手はアルペレン・シェン・グン。他にもキャリアずっと来てたアンドリュー・ラングとか、まあ、あと八村塁とかもいるんですけど、個人的にはすでに3年間のキャリアであまりにもピークが突出しているのでアルペレン・シェン・グンを選びたい。昨年度平均21得点9リバウンド5アシスト、今後も期待です。29番の歴代最高選手はポール・サイラス。ボストンやスーパーソニックスでも優勝に貢献している選手ですが、ホークス時代とフェニックス・サンズ時代に29番を着てます。まあ、その状態でオールスターにも選ばれてますし、まあ、正直あまり人気ない番号なので問題なく1位は取れます。30番の歴代最高選手はステフィン・カリー。史上最高のスリーポイントシューターで、歴史で唯一満場一致 MVP を取ってる選手。2度の MVP、 4度の優勝も経験。歴代でも2番目のポイントガードだと思います。31番の歴代最高選手はレジ・ミラー。連続して最高クラスのシューターがいるのいいっすよね。ステフィやレイアレンが来るまでは史上最高のシューターと呼ばれていた男で、90年代とかでも突出したシュート力を持った男。キャリアで5回のオールスターに選ばれてます。で、ここからちょっとやべえゾーンに入るんですけど、32番の歴代最高選手はマジック・ジョンソン。史上最高のポイントガードで史上最高のパサー。5回の優勝と3回の MVP を達成している化け物。ベストシーズンには 23.9 得点と 12.2 アシスト。206cmのポイントガードとしては化け物でした。で、32番はご存知の通り、他にもカール・マローンやケビン・マクヘイル、シャキール・オニールやビル・ウォルトンなどがいます。33番の歴代最高選手はカリーム・アブドゥル・ジャバー。まあ、一番多くのスター選手を輩出している33番という背番号ですが、その中でもやはりカリームが最強でしょう。合計得点はレブロンについて歴代2位。6回の優勝と6回のファイナル MVP、 19回のオールスター、問答無用でバケモン。他にもラリー・バード、パトリック・ユーイング、スコッティ・ピッペンなどがいます。34番史上最高の選手はアキーム・オラジュワン。シャックじゃないのかって意見も分かりますが、シャックいろんな番号を着てたので、34番を着ていた時の達成度のみを見たらオラジュワンが最強でしょう。12回のオールスターと MVP、 それと2回の優勝に輝いている選手で、史上最高のディフェンダーの一人とも呼ばれます。それでいてオフェンスも強いんだからもう文句なし。他にもシャックやヤニス・アデトクンポ、チャールズ・バークリー、ポール・ピアース、レイ・アレンなどがいます。35番の歴代最高選手はケビン・デュラント。史上最高のスコアラーの一人で、4回の得点王に輝いている男。 MVP シーズンには平均32得点も記録。ありえんサイズから繰り出されるスコアリングはマジでバスケ人間兵器。36番の史上最高選手はマーカス・スマート。ラシード・ウォレスを先に思い浮かんだ人もいると思うんだけど、実は優勝の時30番だったし、36番着てんのって2005年から2008年、それとニューヨーク・ニックスの時だけなんですよね。だったら DPOI も取ってますし、マーカス・スマートのキャリア全体には勝てないでしょうと判断しました。まあ、史上最高のディフェンシブガードの一人。
37番の史上最高選手はロン・アーテスト、通称メッタワールドピース。いろんな番号を着てきたアーテストですが、レイカーズでプレーしている時はずっと37番。素晴らしいディフェンスと悪くないオフェンスで貢献した選手。2010年には優勝にも貢献してます。38番の歴代最高選手はビクトル・ハラッパー、歴代でも11人がつけてる番号なんですけど、本当にいい選手があまりなくて、ポートランドやシカゴなどで4年間活躍したウクライナ出身のフォワードのハラッパーが史上最高です。39番の歴代最高選手はドワイト・ハワード。39番は歴代でも7人しか来てなくて、その中でもレイカーズで2年だけとはいえ優勝に大きく貢献したドワイト・ハワードが史上最高でしょう。2020年にベンチから出てきて7得点7リバウンド。40番の歴代最高選手はショーン・ケンプ。史上最高のダンカーの一人として覚えられていますが、実力も高く6回のオールスターと3回のオール NBA に選出。ベストシーズンには20得点11リバウンド。41番の歴代最高選手はダーク・ノビツキー。ドイツ出身のパワーフォワードは史上最高のシューティングビッグマンと呼ばれる男で、2011年には奇跡の優勝、 MVP にも選出されており、歴代でもトップ5に入るパワーフォワードの一人です。42番の歴代最高選手はジェームズ・ウォージー。先に言うとネイト・サーモンドも非常に惜しかったんですけども、今回はウォージーで、ショータイム・レイカーズを支えたオールラウンダーのスモールフォワードで、ベストシーズンには21得点6リバウンド 3.5 アシスト。1988年にはファイナル MVP も受賞してます。あと7回のオールスターと3回の優勝。43位史上最高の選手はジャック・シグマ。シャックのドッキリで有名な選手ですが、7回のオールスターに選ばれるほどの実力者で、79年には優勝したソニックスを支えました。強力なインサイドプレイヤーで、ベストシーズンには20得点13リバウンド3アシスト。ディフェンスも結構いい。でもいずれパスカル・シアカムに抜かれるかなとは思ってます。44番史上最高の選手はジェリー・ウェスト。 NBA のロゴにもなってる男で、14回のオールスター12回のオール NBA に選出。歴代でもトップクラスの選手で、時代を象徴するガードでもあります。45位の歴代最高選手はルディ・トムヤノビッチ。コーチとしてヒューストン・ロケッツを優勝に導き、史上最高クラスの名言を残したことで有名ですが、選手としても5回のオールスターに選ばれる実力者で、キャリア全体をロケッツで過ごしつつ、ベストシーズンには 24.5 得点と9リバウンド3アシスト。実は強力な選手でした。46番史上最高の選手はアーロン・ビーンズ。スパーズやセルティックスなど様々なチームを渡り歩いてきたかなりいいロールプレイヤービッグマン。2020年にはサンズで平均12得点6リバウンドもマーク。いろいろ危ない怪我もあったらしいですが、今は海外リーグでプロ復帰してるらしいです。47番史上最高の選手はアンドレイ・キリレンコ。 AK47 っていう史上最高レベルのニックネームを持っている彼ですが、歴代でもトップクラスのフォワードディフェンダーで、現代 NBA にいたらもっと強いだろうって言われてるタイプの選手の一人。オフェンスもいいですし、時代を先取りしていた選手とも言えるでしょう。48番史上最高の選手はナジー・モハメド。歴代でも2人しか来てない番号なんだけど、モハメド自身も2013年から15年シカゴブルーズで来ただけ。その3年間では平均 1.9 得点。49番の歴代最高選手はシャンドン・アンダーソン。こちらも歴代3人しか来てないんですけども、アンダーソンはニックスとヒートで4年間この番号を着て、その間平均 5.9 得点。50番の歴代最高選手はデビッド・ロビンソン。史上最高のセンターの一人で、1995年には MVP も受賞。最終的にはティム・ダンカンとともに2回の優勝も果たす超強力なセンター。オールスターも10回選出。51番の歴代最高選手はレジ・キング、ボバンとかマイケル・ドリアークとかローレンス・ファンダーバークとかいろいろいるんですけど、キャリア自体はちょっと短かったものの、ベストシーズンには平均15得点10リバウンドを残したレジ・キングで今回は行かせていただきます。52番の歴代最高選手はジャマール・ウィルクス。殿堂入りもしてる選手で、非常に独特なシュートフォームで有名ですが、3回のオールスターと4回の優勝に輝いてる普通に素晴らしい選手。ショータイム・レイカーズのマジック・ジョンソンの最初のバックコートの相棒として大活躍をしました。53番の歴代最高選手はアーティス・ギルモア。最初の5年間 ABA で過ごし、 MVP も取っていた彼は NBA に移籍してからもオールスター級のセンターとして活躍。最高で23得点13リバウンドを残し、インサイドでの存在感を見せつけました。54番史上最高の選手はホーレス・グラント。マイケル・ジョーダンのブルズやシャックのマジックやレイカーズなど様々なチームで貢献したオールスター経験もある強力なディフェンスを持ったオールラウンダーなパワーフォワード。キャリアで4回の優勝を果たしてます。55番の歴代最高選手はディケンベ・ムトンボ。ゴベアと同じく4回の DPOI を取っている選手で、キャリアで8回のオールスターに選出。史上最高のディフェンシブビッグマンの一人で、1995年には 4.5 ブロックもマーク。
56番の史上最高選手はフランシスコ・エルソン、3人しか着てない番号なんですけども、その中でも普通に9年間 NBA で活躍し、2004年から2006年にかけてデンバーナゲッツでこの番号を着たエルソンが歴代最高です。57番史上最高の選手はマイク・ムスカラ、2人しか着てない番号なんですけど、ムスカラはボストン・セルティックスでの半シーズンで着て20試合出て平均 5.9 得点、3は 38.5%、 歴代で58番を着た選手はいません。59番史上最高の選手はレイジョン・タッカー、歴代で唯一この背番号を着た選手、ミルウォーキーバックスで2試合だけこの番号を着用して、その2試合で15得点をマーク。60番の歴代最高選手はウォルト・カーク、1949年に35試合だけこの番号を着用して平均11得点を記録、もうそれで歴代最高です。61番の歴代最高選手はビヴォ・ノルドマン、1962年にロイヤルズで平均 2.3 得点を記録し、それ以降その番号は着用してません。キャリアは4年間続きました。62番の歴代最高選手はスコット・ポラード、キャリア自体はそこそこ長かったのですが、62番は2004年から2006年に着用、インディアナ・ペイサーズでプレーし3年間で平均3得点を記録。63番史上最高の選手はコーティ・クラーク、史上唯一63番を着た選手で、2016年にボストンで3試合だけプレーしました。でもそれでも歴代最高。ちなみに現在は B リーグでプレーしてます。64番を着用した NBA 選手は今までいません。65番史上最高の選手はジョージ・ラトコビクス、1950年にナショナルズで平均 8.6 得点を残した選手、歴代でも唯一の65番着用者。66番の歴代最高選手はアンドリュー・ボーガート、一応5人ぐらい来てはいるんですけども、2018年のレイカーズで24試合出て 1.5 得点 3.3 リバウンドを残したアンドリュー・ボーガートが歴代最高。ちなみにさっきも出てきたスコット・ポラードとかもいます。67番史上最高の選手はタージ・ギブソン、これも2人しか着てないんだけども、タージ・ギブソンは普通にいい選手。2018年以降ずっと67番着てるんですけども、ミネソタとかでは平均12得点7リバウンドとかもマーク、今でもベテランとして存在感のある選手ではある。68番史上最高の選手はミルト・シューン、歴代で唯一の68番、1947年にデトロイト・ファルコンズで、てかデトロイト・ファルコンズって名前はおもろいけど、 2.9 得点を記録、キャリアは2年のみ。69番を着用した NBA 選手は歴史上一人もいません。70番の歴代最高選手はチャック・シェア、実はロッドマンとかビエリッツァとか名だたる選手はいるんだけど、ロッドマンがダラスで12試合だけだったのに対して、チャック・シェアは72試合しっかり出て平均10得点を記録、70番着てる時だけの話ね、なので今回はチャック・シェアを選びました。71番の歴代最高選手はデニス・シュロダー、マッコイ・マクレモアとウィリー・ナールズも結構惜しかったんですけど、ボストンで49試合この番号を着用して平均 14.4 得点を残したデニス・シュロダーを今回は選出。72番の歴代最高選手はジェイソン・カポノ、セブンシクサーズで2年間この番号を着用し、2010年には平均 5.7 得点を記録しました。今後ブレイザーズのライアン・ルパートが抜くかもしれません。73番史上最高の選手はデニス・ロッドマン、史上唯一73番着用した選手で、1999年にロサンゼルス・レイカーズで23試合だけ着用しました。 2.1 得点 11.2 リバウンド。74番と75番を着用した選手は歴代で一人もいません。76番史上最高の選手はショーン・ブラッドリー、自身の7フィート6インチだから229センチの身長にかけてつけた番号ですけど、ついでにセブンディシクサーズでプレーしてるっていうね、ルーキーシーズンには10得点6リバウンド3ブロックを記録。77番の歴代最高選手はルカ・ドンチッチ、だろうな、すでに5回のオールスターと5回のオール NBA 選ばれてる若き神童、今後もどんどん強くなっていくと思います。昨年度 33.9 得点 9.2 リバウンド9.8 アシスト、バケモン。78番79番80番を着用した選手は歴史上いません。81番の歴代最高選手はホセ・カルデロン、2018年にキャバリアーズで来ただけなんですけども、それでも歴代最高。その年は平均 4.5 得点をかなり素晴らしいシュート効率でマーク、個人的にめっちゃ好きでした。82番を着用した選手は歴史上いません。83番の歴代最高選手はクレイグ・スミス、2007年から12年まで NBA でプレーし、最後ポートランドで1シーズン47試合だけ83番を着用、平均 3.3 得点。84番の歴代最高選手はクリス・ウェバー、2007年にデトロイトで来ただけなんですけども、その18試合で平均11得点、それでも十分歴代最高です。85番の歴代最高選手はバーロン・デイビス、2回のオールスター経験もある彼ですが、キャバリアーズとニューヨークでの1年半合計44試合この番号を着用、キャブズでは平均 13.9 得点もマークしてます。86番の歴代最高選手はセミー・エルデン、トルコ出身の選手で NBA では3年間のみプレー、ボストン・セルティックスでの37試合で86番を着用、その間平均 4.1 得点。
87番を着用した選手は NBA 史上一人もいません。88番の歴代最高選手はニコラス・バトム。キャリアの最初の7年間ポートランドでこの番号を着たのですが、普通にその間平均11得点5リバウンド3アシスト、全然強い選手でした。89番の歴代最高選手はクライド・ラブレット。レイカーズとセルティックスの両方で優勝しているラジョン・ロンド以外の唯一の選手であり、キャリアもすごかったのですが、89番を着たのはルーキーシーズンのみ、まあ、その間 8.2 得点 5.8 リバウンド。90番の歴代最高選手はドリュー・グッデン。様々なチームでプレーした彼ですが、90番もかなりのチームで着用。ベストシーズンにはキャバリアーズで平均 14.4 得点と 9.2 リバウンドをマークしてます。普通にめっちゃいいビッグマン。91番史上最高の選手はデニス・ロッドマン。いや、説明不要ではありますが、いろんな番号を着てる彼もシカゴブルズでの3年間この番号を着用。その間平均 15.3 リバウンドをマークし、3連覇に大きく貢献しました。だからロッドマンといえば91って答える人も結構いるんじゃないでしょうか。92番史上最高の選手はデション・スティーブンソン。昔レブロン・ジェームズとビーフを持っていたことで有名な彼ですが、キャリアの最後の3年半この番号を着用。だいたい平均5得点ぐらいマークしていました。93番史上最高の選手はロン・アーテスト、通称メッタ・ワールドピース。サクラメントキングズでの3年間でこの番号を着用しているのですが、普通に強い選手。サクラメントでは平均19得点6リバウンド 3.6 アシストをいいディフェンスを残しながらやっていました。94番史上最高の選手はエヴァン・フォニエ。デンバーナゲッツでの2年間とボストン・セルティックスでの半シーズンでこの番号を着用し、デンバーでは平均 7.4 得点、セルティックスでは平均13得点を記録。普通に強い選手でした。95番史上最高の選手はデアンドレ・ベンブリー。フアン・トスカロ・アンダーソンも迷いましたが、個人的にはベンブリーの方が強い。主にアトランタ・ホークスなどで活躍し、強力なディフェンダーとしてその名を轟かせた選手。2019年には8得点残しながらいいディフェンスを記録してます。96番史上最高の選手はメッタ・ワールドピース。はい、3回目の登場。2009年にロケッツで69試合この番号を着用し、平均17得点5リバウンド3アシストを記録。97番史上最高の選手はユージン・オモルイ。 OKC、 デトロイト、ワシントンの3チームでこの番号を着用し、その間平均 5.8 得点。98番史上最高の選手はジェイソン・コリンズ。2013年にセルティックスとウィザーズでこの番号を着用した彼は、その間平均 1.1 得点、歴代でも4人ぐらい来てるんですけども、それでもジェイソン・コリンズが1位。そして最後、99番の歴代最高選手はジョージ・マイカン。 NBA の最初の巨人と呼ばれる彼は50年代の NBA を蹂躙。3回の得点王と2回のリバウンド王、そして5連続のオール NBA ファーストチームと5回の優勝を果たした選手です。以上、全背番号の歴代最高選手でした。いかがだったでしょうか。というわけでクイズの答えはロン・アーテスト、通称メッタ・ワールドピースでした。途中までマジロットマンの香りがプンプンしてましたけど、ワールドピースの方が1枚上手。歴代最も多くの背番号を自分のものにしてるのはロン・アーテスト本人でした。あとこれ結構気づいたんですけど、1桁台は置いといても下1桁が6以上の数字ってちょっとレベルが落ちるんですよね。じゃあなんでかって考えた時に、僕の説なんですけど、大学ってこう0から5の数字しか使えないんですよ。1の位も10の位も。なので例えば53とかは大学でも切れる番号だけど、57は切れない。だからこうバスケ選手としてのイメージがつかないっていうことが理由なんじゃないかなっていう自分の説を出してます。あとまだ誰も来たことない番号もいくつかあるんで、もしこれを聞いてる人の中にいつか NBA 行く方がいたら、ぜひ78番とかおすすめです。そうすればもう1試合でも出ればその背番号の歴代最高選手になれます。俺 NBA 史上最高の68番って言われてんだよねっていう自慢ができるようになります。なんでもし NBA 行ったらぜひ空いてる番号着てみてください。その時は僕の名前も出してね。ふう、いやマジ今回編集大変だと思うわ。ちゃんと月曜日に出せるといいんですけどね。このチャンネルでは NBA の話をいろいろ取り扱っております。毎週月曜日夜8時に動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録してみてください。またラジオチャンネルの方は毎週火曜から土曜ラジオ動画を投稿しているので、そちらもぜひチェック。このチャンネルのメンバーシップも登録していただけると、毎週日曜日にメンバー限定の動画が見れるんで、そちらも興味ある方はぜひチェックしてみてください。皆さん今回はそれだけです。今回も見に来てくれて本当にありがとうございます。それでは See you next time.